はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。皆さん ax2+bx+c=0 を解けという問題出されたら解けますかね？そんなのただの解の公式じゃんってね思う方も結構いると思うんですけど、それだとね罰ですね。この問題簡単そうに見えるんですけど、かなりね場合分けをしっかりとしなきゃいけないので本当に難しいんですよ。イコール0の場合の問題も結構難しいんですけど、大なり0、不等式の問題になるとさらにそれがね何倍にも難しくなって、まあ、9割以上の方は解けないんじゃないかなと思います。ただその中にね定数を含む方程式、不等式の極意がギュッと詰まっていくので、最後にねしっかりとどういう場合分け、どういうロジックで考えていけばいいのかっていうことを学んでもらえたらいいなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。次の方程式、不等式を実数の範囲で解け、で x2+bx+c=0 と大なり0と、まず括弧1からやっていきます。 ax2+bx+c=0、 まあねこれ完全に解の公式じゃん。 x=(-b+-√b)2+-4ac とね、こういう風に短絡的にやってしまってはダメですね。なぜかというと、まずね解の公式っていうのはこれが二次方程式であることが前提なんですね。二次方程式は前提、つまりここね今 ax2 の x2 の係数に文字が入ってるわけだけど、ここの a が0だった場合ってこれ二次方程式じゃないんですよね。この解の公式がね二次方程式前提だっていうのがよくわかるのがここ 2a 分のね、分母ってまずね分母で割るってことじゃないですか。分子割る分母、この分母の部分が0だったらね0で割ることになっちゃうでしょ。0で割ることになっちゃうので、それだと不可ということで 2a が0じゃダメだから、この ax2+bx+c=0 は絶対に二次方程式じゃないといけないと。ということで、その要請から生まれる場合分けが a が0かどうかと、こんな感じ。まあ今後ね、場合分けがたくさん出てくるんですけど、どうしてその場合分けが出てくるのかっていうことまで合わせてしっかりと理解していきましょう。じゃあまずね a=0 の場合って言ったらね、これ代入すると bx+c=0 になるよね。まあこれは一次方程式ですね。まあ一応ハテナっていう風につけておきます。まあハテナっていう風になるのはなぜかというと b が0かもしれないから。まあそれはさておき、一次方程式って言ったらどうなるかというと、まあ、bx=-c と x 含むところと含まないところに分けて b で割るよね。 b で割ると、でここでちゃんと注意しなきゃいけないこと、文字で割るときね、文字で割るときは0かどうかで場合分けしなきゃいけないね。よろしいですかね。この要請があってまたまた場合分け、 b が0のときと b が0じゃないときと、こういう風になるわけ。じゃあ b が0のときどうなるかというと、まあ a も b も0ってことだから元の式に代入すると c=0 だよね。この c=0 をどう解釈するかっていうのは腕の見せ所と、まあ、要は c=0、 あ、じゃあこれ範囲で解いて、これね実数の範囲で解くってなったら c=0 が答えっていう風にしちゃダメですよ。っていうのもこの問題っていうのは何かというと、 ax2+bx+c=0 となるような x は何とね、x についての方程式というわけですね。この x は何ですかっていうふうに問ってるわけ。そのね質問に対して c=0 っておかしいんですよね。じゃあこの c=0 っていうのをどう解釈するかというと、これは c=0 であればね、 c=0 であればどういう x を代入したとしても成り立つわけ。まあ、要は a=b=c=0 だとすると元の式って0=0になりますね。0=0だとすると0=0となるような x ってどういう x って言われたら、どんな x だとしても0と0って一緒でしょうってなりますよね。ね、だからこれ問答無用、0=0って当たり前の式なわけだから、当たり前の式は x に何入れたとしても成り立つに決まっている。 x は全ての実数というふうになるんだね。このロジック大丈夫ですかね。一方で a=b=0 だけど c が0じゃないとき、この場合っていうのはね、ここに c じゃない、例えば1とかね、0じゃない値が入ってる場合、1=0っていうありえない式だよね。
ありえない式になるってことは、1イコール0となるような x って何って言われたら、そんな x ないよってなりますよね。ありえないんだ。ということで、解なしね。x の解なしと。解なし。こういう風になるわけですね。まあ出てきた c イコール0っていう解釈をどう考えるかがポイントですね。じゃあ b が0じゃない場合は、その場合に割る b が無事できて、x イコールマイナス b 分の c になるというわけですね。よろしいですかね。じゃあ、これが a イコール0の場合。で、a が0じゃない場合に、ようやく解の公式が使えるわけなんですけど、その時にまたね、実数の範囲で解くわけ。で、この時ね、まあ、ほとんどかんない、わかると思うんですけど、このルートの中のね、b2 乗マイナス 4ac。これまあ、今後ね、判別式、カッコ1カッコ2で d というふうに置いていきましょう。この d が正である場合、0である場合、負である場合によって、実数解っていうのは変わってくるわけね。まあ、具体的に言うと、d が正の場合は、解2つあるわけでしょ。x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac。で、d イコール0の場合は、x イコールマイナス 2a 分の b。で、10回持つわけね。まあ、ここの部分が0になるわけだから、1個でね。まあ、これは、ちなみに言うと、グラフで言うと、軸の部分に対応するということも押さえておきましょう。で、D が負の場合は、解なしでね、実数解はないよっていうふうになるわけです。よろしいですかね。こういうふうに、しっかりと場合分けしていく。A イコール0の場合は、B イコール0。または B が0じゃない場合に分かれて、B イコール0の場合は、さらに2つに分かれると。で、A が0じゃない場合はこの3つに分けられるよってことを押さえておきましょう。じゃあ、ここからね、カッコ2。カッコ1をさらに難しくしていきます。AX2 乗プラス BX プラス C、大なり0と。これもね、なんか単純に、解の公式じゃんって思っちゃダメですかね。まずそもそもなんですけど、まあこれ、二次不等式とは限らないけども、仮に二次不等式だった場合、どう考えるかというと、不等式はね、グラフで考えましょう。これは鉄則ですよね。すなわち、y イコール左辺と y イコール右辺。y イコール0って x 軸ですね。y イコール ax2 乗プラス bx プラス c っていうグラフが y イコール0よりも上にある部分。ね。こういう感じだとしたら、こことここが y イコール0よりも上にある部分ですね。だからここの2つの x 切片を求めてあげて、これより小さい、またはこれより大きいというふうに考えることができる。で、この時ね、二次関数の場合、すごく重要になってくるのが、これ、下に凸か上に凸かだよね。この場合かこの場合かで、全然答えが変わってくるわけなんですよ。ということで、今回は、これね、解の公式を使うための前提として、A イコール0かどうかっていうことを場合分けするわけだけど、0かどうかだけじゃなくて、さらに正か負かっていう場合分けも出てくるよということを押さえておきましょう。これがグラフで考えるということ。じゃあ、まずね、A イコール0の場合を見ていきます。A イコール0の場合。この時は、まあこれね、BX プラス C、大なり0というふうになるよね。まあこれも当然、一次不等式として見てあげると、こういうふうに、X を含むところと含まないところに分ける。で、B で割るわけ。B で割るわけ。で、文字で割るわけだから、0かどうかに注意。で、さらに、不等式の場合は、0かどうかだけじゃなくて、正か負かどうかっていうところも注意しなきゃいけないね。っていうのも、割るときに、正だったら不等号の向きはそのまま、負だったら不等号の向きは逆になるからね。ということで、まずね、B が正の場合、B が負の場合っていうふうに分けていきましょう。B が正の場合はそのまま割れると。で、B が負の場合は不等号の向きが逆になると。じゃあ、B イコール0の場合はって言ったら、B イコール0の場合は A イコール0かつ B イコール0の場合、これ C 大なり0になるよね。ね。C 大なり0。この C 大なり0の解釈ね。これは C 大なり0が答えだっていう風にしちゃ当然ダメですね。これカッコ1と同じ。で、この AX2 乗プラス BX プラス C 大なり0っていうのは、これを満たす X がどういう X ですかっていう話なわけだから、ね、その X って何？C 大なり0ってもう噛み合ってないですよね。だからちゃんと噛み合わせるために答えね。これ場合分けしなきゃいけなくて、C が本当に0より大きければ、例えば1とかだったね。1とかっていう定数が入ってるとしたら、1大なり0っていう式。それは当たり前の式でしょ。当たり前の式になるわけだから、結局、X は全ての実数になるわけ。どんな X 入れれば1は0より大きくなるのって言われたら、別に X の値何だろうが絶対成り立つんだけど、っていうふうにわかりますね。
だから全ての実数について OK。 一方で C が0以下の場合ね、例えばマイナス1とかね、その場合どんな X 入れたらマイナス1は0より大きくなるの、いやいやそんなどんな X っていうかありえないからっていうなるわけだから、まあ解なしというふうになるわけ。こういう場合分けが生じるんだよと。じゃあ続いて A が正の場合、 A が正の場合は今度はグラフで考えていきましょう。これは二次不等式で、かつ二次の係数が正なわけだから下に凸のグラフだよね。で、下に凸のグラフで考えなきゃいけないことが、この X 切片と何箇所で交わるかと。まあ結局判別式がね、この場合は負、この場合は0、この場合は正というふうになるわけなんですけど、これね、この場合それぞれ見ていきましょう。この場合は常にプラスだね。常にプラス。すなわち、すべての実数というふうになるわけ。よろしいですかね。これを満たすのはすべての実数ね。大なり0は。一方、この場合はって言ったら、この瞬間は0になるわけで、それ以外プラスでしょ。ということは、ここのピンポイント、まあ、マイナス 2a 分の b なわけですけど、マイナス 2a 分の b を除くすべての実数というふうになるわけ。じゃあ続いて、d、大なり0の場合は、ここがプラスプラスっていう風になるわけだから、この2つの交点、ここが 2a 分のマイナス b マイナスルート b2 乗マイナス 4ac、 ここ 2a 分のマイナス b プラスルート b2 乗マイナス 4ac とね、こういう風になるわけだから、 x はって言われたらこれより小さいとこれより大きい、この2つという風になるわけです。よろしいですかね。まあ数式でね、後でここはまとめていきます。じゃあ続いてラストね、A が負の場合。ここがね、難しいんですね。ここかなり難しい。ちゃんと正確に答え出せる方は、本当に力ある方だと思うんですけど、まずね、A が負の場合っていうのは、上に凸だよね。上に凸。で、この時ちゃんと考えなきゃいけないのが、X 軸と交わるか、接するか、交わらないか。ね、この3パターンでね。で、この場合は D が負。この場合 D が0。この場合 D が0より大きいと。まあこういう風になるわけだけど、じゃあこれが正になるのってどこっていう風に考えたとき、ここって0より大きくなることってない。これ解なし。で、D イコール0ぴったりのときは、これもこの瞬間っていうのはちょうど0なわけだけど、ちょうど0っていうのは正じゃないね。大なり0満たさないね。ということでここも解なし。じゃあラスト、ここが難しい。 D 大なり0、ここのときプラスの部分ってここだよね。だから、こことここの間だな、っていうところまでわかると。じゃあ、この値って何ってなったときに、解の公式は 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac だから、ここ 2a 分のマイナス b マイナスルート b2 乗マイナス 4ac、こっちはプラスの方だ。っていうふうにやるとね、×なんですね。これ実は正しくは、2a 分のマイナス b プラスルート b2 乗マイナス 4ac で、ここは 2a 分のマイナス b マイナスルート b2 乗マイナス 4ac とこうなるんですね。ここがプラスね、こっちがプラスで、こっちがマイナスという風になるわけです。これ落としちゃうね。っていうのも、まあこれ実際にね、2つのね値差を取ってみましょう。 2a 分のマイナス b プラスルート b2 乗マイナス 4ac、 まあこれ d かな、マイナス 2a 分のマイナス b マイナスルート d ね、ここ d ね、とすると、まあマイナス b の部分が消えて、2a 分のルート d プラス 2a 分のルート d、 すなわち a 分のルート d というふうになるわけ。とすると、まあこのね、分子の部分は当然正なわけだから、まあ0以上ということで、この a の部分の符号によって大小が決まると。 a が正であるならばこれが正なわけだから、こっちの方が大きいんだよね。だからさっきね、まあさりげなく a 大なり0の時こうなるよねっていうふうに言ったわけなんですけど、それはA が正だから。一方、A が負だった場合っていうのは、この、これ引くこれっていうものが負になっちゃうわけ。とすると、どっちの方が大きいのって言ったら、こっちの方が大きくなるね。よろしいですかね。ここまでしっかりと、あ、ここの部分こっちの方が大きいじゃんっていう風にちゃんと論理立てて答え出せる方はすごく力あるなと思います。じゃあ最後ね、回答をまとめると、こういう風になる。答えはこういう場合分けになる。
で、この場合分けっていうのは、一個一個ちゃんと意味があるんだっていうことまで合わせて押さえておいてください。最初のここの部分っていうのは、まず解の公式であることからね、考えるときの必要条件。で、あとね、グラフから考えると、この A が正か負かっていうところは必要。で、それぞれね、ここの B イコール0っていうところと、ね、B が0じゃないっていうところは B で割るときに出てきたところ。ね、不等式の場合は正か負かっていうところまで合わせて考えなきゃいけないよねと。で、まあ残りのね、ここの D のところについて考えてあげると、まあそれについてね、グラフを見て X 軸と交点を持つか持たないか、はたまた接するかっていうところが、重要になってくると。そしてラストのね、引っ掛けね、ここがプラスとマイナス、こういう順番になってるんだよと。ここまでね、しっかりと気を使えて初めて完答ができると。まあ最初ね、この2問出された時に、こんなの誰だって解けるよって思う方がね、たくさんいたと思うんですけど、まあ実際にね、定数を含む方程式、不等式っていうのは、ちゃんと一個一個ね、考えていかなきゃいけないと。まあそういった意味で、本質をね、問われてるわけですね。その中で、じゃあどうしてこの場合分けが生じるのかっていうところまで合わせてしっかりと理解した上で、自分の手で解けるようになってもらえたらいいかなと思います。そして最後に、今回の問題、徹底基礎講座の方でも扱ってるんですけど、他にもね、こういう良問たくさん扱ってるんで、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。